はい皆さんこんにちは、えー、お隣にいるのは木場元プロですお願いしますよろしくお願いしますゴルフィングマシーンというね歴史のあるゴルフ理論が、えー、ありますがそれを日本語翻訳もされているということでね、はい、ちょっと伺ったんですけど先に言っておきます若干難しい話です <laughs> 若干難しいけど、えー、まあ映像だからもしかしたらわかるかもしれないはいゴルフィングマシーンという本の中でまあ一番大事なコンセプトっていうのはいかにボールに力を、えー ちゃんと使えれるか<ー>こういう道具があると、そういう力の向き、アライメント、フェースの向きだったり、はい、クラブを振っていく方向だったりというものが確認しやすいと、はい、大事なのはやっぱりその、まあ、ゴルフスイングでいうと、フェースのコントロールとか、<ー>まあ、ゴルフィングマシーンの中では、基本的にはその左手がフェースの向き、はい、左手の甲っていうのが、フェースの向きに合わせて平らにして、フェースの向きと合わせれば、この手をモニターしていれば、フェースの向きっていうのはなんとなく、まあ、これがだから、クラブのフェースだとして、ねえー、そうですね。はい、これ分かりや ウェッジなんかて開いたりもするけど右を向いてしまうしいこれがまっすぐ向いていればこれがまっすぐに正面から見るとこんな感じですねなるという形で左手の甲とフェースの向きを合わせて持ってここの手を平らに保っておくフラットレフトリスト左手の甲を平らに保っておくという表現がこの面と左手の甲は同じ向きです同じプレーなんだ同じプレーですですからこうなっちゃいけないんです。 こうなったりなるべくこうなったりすると。ああ、そっか、左手の、この腕からこうまでが一体一本なんだ、そうです、はいここが曲がっちゃいけないんだ、ここが、手のひら側とか、手の甲側、特に甲側ですね、ここが面なんだ、ここが、そうです、はい左腕とフェースの面と左手の面、左手の甲の首が、これが一面で、す面でそれに対して棒があって、フェースがあるんで、それも面なんだ、そうです、はいここ、全部がこれ、面なんですね、それ全部が別の言い方をすると、フェースの面です。 なるほど右は右手はですね、今度はこう斧みたいなこんな感じになりますけどこれは右手っていうのは例えばインパクトの時きにゆ二さんから見ていただくとこういうふうになっちゃったりこういうふうになっちゃったりすると頭が下がるこれ下ががっ右向いちゃうペースがこうやると左向いちゃう特にショートアイアンなんかでなるわけですこの右手のこういう動きをしない常に右手はグリップを持ったらこの右手の前腕と。 とこれが常に右手の甲に直角に当たって,る <laughs> 右手っていうのは背屈昇屈するとするとこの右手首が背屈する角度に常に平行に状態に触れてる<ー>やってはいけない動きっていうのは例えば右手がコックする方向にこうまあ洞窟親指の方向に折れるような洞窟したり煮、はい、屈右手の角度が今度逆にこう 親指が下に下がっていくような。こうなんだね。そう。これはこっちの動き。この動きしかしない上に、この面前状態に常にこれを保ってなきゃいけない。この面上にシャフト。だから腕がどんな位置に行ってもどこに行っても、ここはもう絶対ここがプレーなんだ。そうです。ういいですか。はい。ここがそうです。それがはい。ここがもう絶対ここに。ここはい。ここがもう常にこの面に面状にあるということになります。ああそういうことね。 ちょっとこれ今2個あったのが分かりやすいなここにもこの面がくるんだそうですねだからこうなっちゃうと面になってないそうですね特にこれがこうずれちゃいけないこうずれたりそうするとこれドライバー左手が付いてくるとこれはトーダウンしているこれはトーアップしていることになります動きの方向としてはこれでもうそこで自分で決まったら基本的にはスイング中はどこに行ってもこれは変わらないということになります 肘が曲がっても変わらないんだね。右そうそうなんです。右肘は曲がるけども右手首は曲がりませんということですね。で伸びても変わらない。この形ね。ああ腕つりそう。左手右手一本ずつご紹介いただきましたけど、これがまたくっつくわけじゃないですか。そうですね。はい。はい。そういうことになりますね。はい。それをくっつくんだこうやって。はい。こういうふうにくっつくんですけど、これをくっつくとくっついた状態でさっきの左手のこの面と右手の面を守らないといけないわけです。 これはいいけけななくっつけても絶対一緒なんだ、はい、そうこれはずっと崩れないように、なるほどできたら振,あの振りたいんですけど、はい、実際はインパクトゾーンだけでいいわけです、ボールに当たってる瞬間に、<ー>そのこの形が維持できれば、フェイスの位置は元に戻ってきてきいるフィニッシュは変わっていいんです、ね、そうですね、もちろん変わっていいですし、<ー>トップで多少ずれても、インパクトのときにちゃんとそのボールに力が伝え られれれるようにそこだだけ戻ってくればいいんだただ、なかなか難しいので、そ,まあその形はなるべく崩さないように振りましょうと。まあ、だから結果、ここでは同じことができるんであれば、ここで何をし,てしようが別にいいわけです、ね、いそういういことですね。 ちょっと一回そのテイクバックをトップの位置見ていいですか一回先生に見たい例えば今こうやってる状態で手を回すとこれ濃く取っちゃってるじゃんって見えるんですけどこれはあらかじめついた角度でしかないんですよ今のもう一回やっていいですかもう一回これこれでも平面ですねそうです平面なんですだからこれはいいんだそう OK なんですでやりたくないのはこうなんですねあこれだと全然こうなっちゃってるから平面じゃないはいでかつ右手もこれがこうなったり こうなったりこうなったりしたくないので、これを合わせてインパクトの形がこうだったとすると、このままこう体が回っていってここですごいすごい今待ってここ平面でここも平面平面ここもねはいでこのまま右肘が曲がるとあすごいここ平面だねここねここここ平面で左手の方もこの面を取っているここだこれが正しいトップと。 ここに見えない板があるね。はい、そうですね。はい、ちゃんとここに乗っかってる。はい、そうです、はい、<ー>まあただゴルフを普通に今までもやられてる方って結構これ維持したりとかあざやさグリップ変えて持つのも変な話なので、まあできるだけ右手の方だけ守っていただければいいかなっていうところではある、ねあ。なるほど。右手が結構重要ですね。ジューさんにやってみます。はいはい右手だけね。はい、はいはい。ですからはいじゃここ今ちょっとこの面がこうあってはい、はい、そのままバックスイングのトップ取ってみてください。取った時にこの平面がちゃんとできていると。 右手の前腕と右手のこの折れていく方向が今自然とフット上げたんですけどできてますねできてるじゃんもう1回もう1回からそうですねはいそういう形でこれできてるあここに透明の板がここにあるもんねこうなっちゃダメだよねこうなっちゃうともうほら当たんないからね腕に当てたいんだねこれねあこうだだからここからこうそうですからの オッケー。これでも、あの皆さんがご理解いただけてれば、ぶっちゃけで話これ作れますよね。作れます。すぐ作れます。ね。なんかテニスラケットとバトミントン。とバトミントンのね、ラケットとか、そう、要は。あの、はい叩きでもいいかもしれない。まあ、はい叩きでもいいですね。フライパン最高にいいです。あ、そうなの。フライパン私。いや、フライパン、夏だとうちわとか。あ、うちわとか。うちわもいいね。だから、そういう家にあるもので。 今のだけちゃんと意識しておけば、こうやって自分でテイクバックをして、パッと見たときに、あこれだと今、合ってないねって、僕これをこうしたら、この腕に当たりますね、そうですねここの角度は、ここの角度ね、絶対変えない、変えないこうしない、変えないこれ、あのこの2つだけでも、だいぶこれはね、練習できますね、はい、これ、本当参考になりました、ゴルフィングマシーンですね、はい、さあゴルフンングマシーンこれは興味ある方、読み返してみた方がいいかもしれない。 いやかなり学びになりました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。木場元さんでした。ありがとうございます。